皆さんこんにちは。接着概論基礎編はすでにご覧いただけましたでしょうか。この動画では発展編をお話しします。まずなぜ接着できるのかについて詳しく見ていきましょう。接着に関する特性は大きく3つの特性によって決まっています。表面特性、材料特性、機械特性です。表面特性では濡れ性や濡れ性に大きく影響する表面エネルギー、また濡れることにより発生する界面の相互作用などが関係しています。しっかりとくっつくためには相手となる材料が接着剤でよく濡れている必要があります。よく濡れることで高接着力が期待できるからです。濡れ性を決める重要な要素として表面エネルギーがあります。表面エネルギーは材料によって異なり、表面エネルギーが低い材料へはくっつきづらく、高い材料へはくっつきやすくなる傾向があります。さらによく濡れた状態では接着剤と相手材料の間に4つの相互作用が期待できます。ただしその作用の強さは接着剤と相手材料の組み合わせによって異なります。次に接着剤自身の材料特性について見ていきましょう。接着剤が液体のままだと強固な接着はできませんが、固体になると強く接着できます。分子同士が結びついて凝集力が増加するからです。接着剤には様々な種類があります。主剤と硬化剤を混ぜて使用する二液混合型、加熱して溶かし冷えると固まるホットメルト型、および一液反応型、溶剤系、水系などがあります。どれも液体から固体へと変化することで高い凝集力を発揮します。また接着剤の中には固体のままで圧力をかけるだけでくっつく感圧性接着剤、いわゆる粘着剤もあります。最後に機械特性について説明します。最適な接着のためには接着部にかかる力をよく考えて設計することが必要です。では一度剥がれる場合のことについて考えてみましょう。接着剤が相手剤の界面から剥がれる場合を界面破壊と呼びます。主に濡れ性、界面での相互作用などが関連しています。その一方で接着剤が内部で壊れる場合は界面破壊と別の現象が起きています。接着剤の凝集力が関連する凝集破壊です。界面破壊や凝集破壊を起こすような力のかかり方には代表的なものとして引っ張り、旋断、滑裂、剥離といったものが挙げられます。接着部位に実際にどのような力がかかるかを考えることが非常に大切です。加えて接着剤や粘着剤を正しく使うことで多岐にわたる効果が期待できます。